どうもこんにちは、リュウボンです。ダークソウルズ3、今回も続きをやってまいりますと。やべ、バーカー。死んだ？死んではないか。この辺、イエーイ。アイテムはなし。こんな狭いとこにスタンバられたら困っちゃうね。ああ、なるほど。ヒアとかでこれをぶっ壊せば。あ、火薬じゃなかった。いや、バカすっかなーと思ったんだけど、そうではないみたいだな。そして、この先、このまま行くと、あ、もう戻れないね。で、あれ、さっきね、前回ね、俺が取れなかった宝が取れる、ということだ。盾か。ちょっと身軽になる盾だね。相当身軽になるね。ただ、俺が持っていたこれと比べると、物理がちょっと、で、耐久度が高くなったと。まあ、いっか、これでいくか。ねえ、もうパリやんないとね。いや、怖えんだよ、パリ。超おっかねえ。よし、この辺の宝をね。ソウル。そこに秘密じゃないね。あいつ、味方かもな、あいつ。ね。え、こんだけ？だから、もっと、あれ！やべ！敵だった。待て。2匹同時はダメ。マジで？よし、オッケー。あれー、来ちゃったねー。うっそ、ちょっと待って、強い。あー、無理か？無理かって言いながら、お先失礼いたします。あれ、やべ、飲んじゃった。大丈夫？エストミンあと1個だよ。さあ、何を守っていたのかな？覗かせていただくよ。うん。で、お宝が1個と。帰れるね。おー、危ねえ。来やがれ。1対1だろ。うーっそ！ちょっと待って、こいつ。結構むずいぞ。危ねえ。ちょっと待って、こいつ。うっそ、強い。ちょっと待って、マジかー。あのタイミング俺無理なんだけど。しかもどんなとこで死んどんだよ。どうすっかなー。ちょっと待ってね。あそこは、この城入らなくても行けるとこだったよね。すぐそこだよね。じゃあ、行くか。ちょっとね、少なくともソウルをね、ともかく、回収したいな。どんぐらいあったっけ、ソウル。3000とかだったらまあ、捨ておけるレベルなんだけど、7000もないよね。とりあえず、こいつをなんとかすっか、先に。セットで組んだな、こいつら。よし。よしよしよし、いいぞ。危ね！うっそ、うっそー！なんだそのコンボ。前回もだったけどさ。ラージクラブか。うっそ、もう来たよ。では。さあ、もうね、負けそうになったら逃げるってね、どっかのカニじゃあるめえし。よし、行くぞ行くぞ。どんぐらいソウル？ 2000？ お前さっきよくも俺をいじめてくれたな。よーし！よし。
パリ行けるね。俺遅いから。うそ。ちょっと待って。ちょいってすんげえいて。ちょっとこれ、良くないね。ちょっと待って。いい加減さ、見切れよ。マジで。今の怖いね。あ、来ちゃった？くっそが。この双子きついなぁ。オッケー。ちょっと、もういっかなぁと思えてきた。この下行こうか？かかり火。危ねえ。くっそー、この兄弟よ！辛いね。どうしたもんかな。2、3。うっ、いって、マジ！あ、エスミンゼロか。あいつ何やってんの、マジで。死ねる。危ねえ。逃げようかな。ちょっと、一旦体勢立て直して、残り火でちょっと体力を回復したい。で、こいつらね、こいつね、多分奥まで行くとね、一旦来ないような気がするんだよね。ここで急いで、インベントリ開いて、じゃあ、倒すか、あいつも。よし。あ、やっぱここまで来ると追いかけてこねえな。ただ、許さんぞ、貴様。お前さっき回復しただろ、体力。あ、違うね。あれ怖い。なんか鼓舞してんのかな、自分も。よし。あぶねえ。3と。ネタバレてますよ。よっしゃ、ざまみろ、このクソクタグで。1500だってでかっ。リベンジですね、リベンジ。まぁ、ちょっとズルした感あるけどよ。じゃあ、落ち着いて、この先にある、ソウルじゃない、お宝？開くかなこれ。開かねえんだろうな。うん、だろうね。場所が違うの、そもそも。あ、つうか、あれじゃん。上から行くんじゃないの？この他は、ないね、秘密。適当すぎに。見方がすげえ適当だけど。ん？あ、違うな。あ、でもそうだよ。どうだろう。わからん。下にもいたら嫌だな。よし、かかり火。ってことは、ないな。よし！オッケー。かかり火の予感っていうね、ヘルプがなかったら、俺は正直。お、ファランの城塞。あ、どんどん進んでる感じがするね。ちょっとやってみるか。あ、違うか。ただ、まあ、何かしら、恐ろしい何かがあるんだろうな。あ、これ、もしかして。勇気。なるほど。毒か。敵もいると。なんだ。やってこいよ。いや、遅いな。よし、来るぞ。だろうな。そう思ったよ。あれ、しばらく毒なのか？え、違うね。OK。なんか、爆
爆発しそうな感じ。大丈夫？オッケー。で、あそこに、ダッシュ。オッケー。勇気とはそういうことだな。突っ走れということだ。オッケー。いいぞいいぞ。まあ、あれはいけるだろう。よし。一旦戻りましょう。すーげー減る、すーげー減るじゃねえや。すげー毒。さて、そしてちょっと、少しでも毒を食らわないようにするために、ジャンプで。なんか余計ゆっくり痛いような気がするけど。ここは？まあ、ああ、そこにもあんのか。敵はうざいね。ちょっと。ああ、もう4本しかねえ、矢が。ああ、くっそ、いい感じで。オッケー。で、残り1本だ。やばい。これ、道具箱とかから、なんか、ないか。なんか、インベンドリーに入りきれないやつは、なんとかなんとかみたいなことが書いてあったけど。自動なんだな。よし、じゃあ取るぞ。エストのかけらすげえ！勇気だな。まさに勇気。そして、あそこもやな。ここはちょっと駆け抜けるか、普通に。ああ、でも、そのままあっちに行けるから、あっちの方の宝を取ろう。びっくりしたね。七色石。いっぱいあるんだけど、ちょっとあれがきついなぁ。あれはきついね。俺、毒消し持ってる。いや、これね、毒覚悟でいかないと、まずいやつだと思うんだよね。毒消しある？使ったことねえからさ、もう見た目もわからないし。ないっぽいね。エストも一本しかないと。さっき、休憩すればよかったね。いいや、ちょっと、行く。よいしょ。あ、いける。よかったー。オッケー。すげえな、ここ。本当に勇気だ。2回同じこと言ったね。いいな。よし。あー、もう全然回復しないね。やっぱり。ちょっと、毒渡りすぎた。これさ、関係ないよね。よし。行くか。どうするか。あれも欲しいなぁ。次、登る島を見つけ。OK。登る島をね、ちょっと見つけておきたいんだけど、全く見当たらないんだよね、登れる島が。あそこまで突っ走る？あそこまで行ってなかったらどうする？考えない？行く？行こう。もう、バカだよね。ああ、なるほど！これはちょっと無理だ。走れなくなってるわ。だからなんかちょっとアイテム、しかも毒の蓄積量が半端ないね。なんかアイテム必要みたいだね。というわけで、あそこには行かない。そして、こっちへ行こう。まあ、進行方向だろうしね、こっちは。で、あそこにあるな。あれ欲しいな。あれ取れるかな。ちょっと待って。おかしいな。さっき俺が見た景色とちょっと違うぞ。とりあえずこっち行こう。とりあえずね。あれ？なんか違うな。気持ち悪い！固まってる。集合体生物って言うんだっけ？まあ、本当はこの、生物としては別々なんだけど、常に一つの生物のように行動してる。マジで。いけた？オッケー？よし。
一つのね、お重厚な剣、え、これすごいアイテムじゃないの？えらいもんドロップしたな。そう、え、すご、え、超ラッキーじゃない今の。重厚な奇跡。だよね。変質強化により重厚な武器を作る。これ超ラッキーじゃん。それともドロップする、もともとドロップするものだったのかな？あ。あ、元に戻ったのね。いや、ちょっと、うん。敵元に戻るけど、ちょっと休もう、ここは。エストがやばい。で、でだ。で、俺がさっき見た景色とか言ってるのは、あ、そう、元にこうやって戻ってきたんだ。まあ、でもね、さっきのお宝も取れてよかったじゃん。イェーイ。もう怖くないね。行くべきとこ分かってるから。で、さっき見た、で、さっきあっちの方行って、で、あっちも取って、こっちも取って、ほんで、ここまで来て、ほんで、多分、あ、ここだはい。というわけでね、やっと進めたよ。あ、そろそろあと4、5分で終わら、あれ？ちょっと待って、これはきついな。よし、ばらけたな。うっそ！マジか。まずいな、これ。オッケー。あれ？そんな強くねえぞ。やっばい！後ろのやつが。つか、毒か。やっば、死んだ！リベンジだ。くっそ、こいつ。よし、そしてもう一匹来るぞ。よし、動け削りってやつだな。よし、ざまねえな。復讐じゃ。これは三つの火を消せば、狼の血への扉が開く。三つの火を消す。まあ、この先の話なのか。お？宝が上にあるの？まあ、あれだな。とりあえず今のは、よう動くやっちゃな！びっくりした。なんだ？ちょっと見ましょう。今ゲットしたのは、狼の剣士。あ、これだ。使命を果たした証。まあね、はい。今、締めようとしたんだけどね、実は。このね、先ほど俺がやられた雪辱も果たせましたし、腐れ樹脂。今回は、この辺に、しようかと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またな。